どうもフロゼロと申します。本日は最強生物カイドウを使っていこうかなと思います。ついこの前ね、人獣ヤマトが実装されたことによって状態異常が効くキャラは軒並みきつくなったんですけれども、こちらのカイドウはね、超過特性があったり、あとは状態異常無効があったりっていう風に折りにはない強みがあるんで、結構活躍できるんじゃねえかということで使っていこうかなと思います。まあ詳しいところは多分動画でまた話してると思うんで、よかったらそっちをご覧ください。それでは行きましょう、どうぞ。はい、じゃあね、今回はカイドウを使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車鬼ヶ島ステージですね。どんどん打ってって感じか。オッケーオッケー。お相手さんヤマトいますけれども、本物のねパピーの力というものを、お見せできたらなと思います。じゃあここ、とりあえずスキル1のボロブレスト、やっぱ強いよ本当に。カイドウ先に打っておきますが、じゃあここスキル2、なんか展開が早いね。なんか時間加速してない？気のせい？なんかめっちゃ早く感じますが、まあまあまあいっか。じゃあ2巡目、ごめん、ちょっと先に2巡目貯めさせていただいて、味方さん強いよえぐいな。まあじゃあ B 地点とか貯めて防御力をどんどん増加させていくっていう風にしましょうかね。まあヤマト相手でも本当にパピーカイドウだったら全然余裕っていうことで、まあ緑カイドウはきついんですけれども、青だったらもう全然本当に、余裕のよっちゃん以下だと思います。どうしよっか。じゃあここボロブレスで援助しておいて、カウンター引いたらごめんなさいと。じゃあここボロブレス当てやっぱ強えわカイドウ。いや本当に冗談抜きでめっちゃ強え。やっぱ状態上無効にできるっていうのが本当に強い。チャンクスが登場したことによってきつくなったのはまああるんですけれども、それでもやっぱ強いかな。本当に過小評価されてる。一発2発の3発の4発と、ナイス。攻撃力も結構ありますと。裏注意だけ押しといて、スキルに発動しておいて、これも強いんよね。いや、 やっぱ強い。本当に私の愛用キャラでございますからね。これぐらいやってもらわないと困ると。オバブーブースト計画を今ちょっと立ててるんですけれども、あれ真ん中がやられちゃってるね。ちょっと待ってよ。先こっちかな。一発二発。ちょっと待って。やばい。やばい。慌てよう。慌てます。ちょっと待ってよ。ヤマトがいる。ヤマトはでも、80% 切るとちょっとまずいんで、私ここで突っ立っときましょうか。カイドウは C 地点に添えるだけということで、1発2発の3発の、はい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 、もうあんま本当に食らわないですからね。1発2発の3発と、いやもう凍傷状態とは何ぞやということで、やばいか。ここ一応中には入っておいて、1発2発の3発4発と、OKOKOK、ただ外に出るのがやばいな。やばい、ジャストで入る。1発2発の3発4発、くそ、ちょっと待って、押し出し基地、ちょっとごめんなさい、全然撤回します。じゃあここスキルに当てまして、はい、多分大丈夫で、ここでボロブレスの援助を、入れながら、はい、大丈夫かな、多分大丈夫と信じたい。じゃあここ取っちゃいいの、ジャストで入れず、はい、もうなんかね、ちょっと押し出しとかは、まあ、今あれだったんですけれども、まあ本当に、強いキャラで、ございました。あとゲイ、1発2発の3発の4発、ナイス。KO はできなかったけど、ありがとうございました。はい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はドラム島ステージですね。なんやかんや8連勝してるということで、結構やっぱ勝率は高いですね。カイドウ 150% ゲージがもう偉大ということで、あと自分自身そんな PS がないんで、そのまあその中の上だとは自負してるんですけれども、そんなあるってわけではないんで、そのディフェンダーが合ってると思うんですよ。無駄回避しなくて済むっていう。まあただブルックの時めっちゃしてたんですけれど、まあまあまあそんなんは置いといて、2陣目を貯めていきたいけど、カイドウ来た時怖いね。まあそういう時にスキル2を使えばいいんですけれども、間に合うかな、多分。オッケーオッケー。じゃあここスキル2当てる、あ当たったね。やっぱこれが強いよね。はい、じゃあ下に行きましょうか。いい地点に行きたいんですけれども、多分間に合うね。ジャストで入る。ここボロブレス構えて当てましょうか。オッケーオッケー。ナイス。 KO と一発二発の、うお、ちょっと待ってよ。そっか、 E は状態上溜まってないからこっちだね。すいません、ちょっと一旦こっちの D 地点の方に上がらせていただきましょうか。でこっちの真ん中取っちゃいましょうか。はい。で、裏は多分見てくれると思うんで、私はね、こっちをもう貯めるっていう仕事を、全うしていけたらなと思います。もう3発溜まってるからね、ここちょっとスキルに打ちの、ちょっと打つタイミング早かったかな。ジャストで入って、お、ロッキー！
ちょっと待って、いや1万か、結構なダメージ量でございますが、ジャストで入る1発2発の3発4発と、オッケー、なんとか耐えてる。ブーストしのぎ切ったらでかい。くっ、ちょっと待って、1回も落ちたくない。大丈夫、落ち着いて、素数を数えるんだ。あー、これは勝ち申した。もうシャンクス今攻撃力、増加してないんで、全然見れますね、私でも。一発二発の三発とジャストでは入れないけど、なんとかなりますね。今回避使ってたんで、ボロブレスで終わりかな。オッケー。どうよ、パピーの力を。ここちょっとごめんなさい、任せよっかな。二人いるんでね。あー、大丈夫かな、こっち怖いけど、めっちゃアシュラ構えんじゃん。めっちゃアシュラ構えるけど。じゃあここちょっとね、ゲージだけ貯めさせてもろうって、多分大丈夫。オッケー。 C 地点、ちょっと不安だけれども、ジャストで入って、ボロブレス構えて時間稼ぎ。この時間稼ぎがやっぱ強いよね。はい。まあでも、あんま当たることはないんですけれどもね。多分大丈夫。ジャストで入れず、1発2発の3発の4発と、で、E が、いや、ちょっと待って、E は大丈夫。真ん中だね。真ん中をボロブレスケアしといて、はい。真ん中。大丈夫かな。あ、モネだね。オッケー。じゃあ最後に、すいませんね。めちゃくちゃくる。あ、やばい。ちょっと待って。大丈夫かな。オッケー。やっぱ強いぜ、カイドウ。9連勝。10連勝。いけるかな。ありがとうございました。はい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャードラム等ステージですね。せっかくなんでね、ちょっと10連勝の試合を、乗せることにしました。ただ10連勝。スクショ取ったら9連勝みたいな。私の名言があるぐらいでございますからね。ちょっとここは、ケアし、あ、やばい。ケアしていこうかなと思います。ちょっと待てよ、一旦ちょっと時間稼ぎはしながら、調子乗っておりました。スキルに打ちながら、はい、ここは正直そうなんですよ、この押し出しがきつくって、ほとんどね勝てなくなっちゃうんですよね。その勝てないというか、旗を取られちゃうんですよ。ジャストで入れず、ここスキル1、はい、ナイスケー、ありがとうね。ただこのありがとう言うとあれだね。まあいいや、じゃあ A 地点貯めましょうか。防御をどんどん上げていきましょう。気をつけるべきは本当に緑街道かなかしら。ウワースタンプ押してるけれど、まあいけるでしょう。じゃあここの B は 150% 溜まってるんで、一応こっちの方には行きますが、どうしよっか。もう正直何もしなくていい気するけどね。ここちょっともう生き地獄でいいんじゃないかな。さすがに、さすがにというか変だけれども、4番さんやられたんで、多分裏は大丈夫。もう一本欲しいね、正直。結構行っていい気がする。私攻めたいんだけどな。 D 地点取れるとね、かなりでかいんですけれども、なんか今んところその6番さんがやられてカイドウが出てきてきつくなるみたいな、なんかそんな感じになりそうで、すごい怖いんですけれども、一発ジャストで入れず、やばいか、ちょっと待てよ。一発二発の三発四発と、オッケー。多分大丈夫だね。ボロブレスは構えておきの、あれなんでこんな体力減ってるんだ。あ、なぜだ、気のせいか。まあいいか。ジャストで入れず、一発二発の三発四発減らしてくれると逆に嬉しいんだけどね。減らしてくれる、もうごめんなさい、ここスキルに打っちゃうわ。ここ打っちゃって、多分ブーストはしのげるんじゃないかな、メンツ的に。多分ね、ジャストで入る。多分なんとかなる。と信じたい。ちょっと怖いけど。大丈夫かな?ジャストで入ります。一発、ここボロブレス構えの、やばいかも。ちょっと後悔するかも。一発二発。やばい。私の10連勝、なんとか。ここ、トツカウチーの、多分真ん中は大丈夫。いやー、怖え!ジャストで入る。ここスキル1。はい。裏は多分大丈夫。見てもらえる。で、真ん中ですかね、あとは。真ん中だね。オッケー。はい。じゃあ、ここトツカ打って、ジャストで入って、オッケー!10連勝。ありがとうございました。いや、まあ、うん。